CGN テレビをご覧の皆さん、どうもこんにちは。9月の30日、最後の日ですけれども、水曜日、今日の QT の交わりをしていきたいと思います。タイトルは、神には一つの魂が世界より大切です。聖書の箇所はエゼキエル書13章の17節から23節までを通して分かち合っていきたいと思います。今日のこの箇所はですね、この神様の言葉を少しねじ曲げてしまうもの、または本当に別なことを語ってしまって民をこう惑わすものに対しての警告、それからそこから神様がその一人一人を救ってくださるんだよというようなお話です。私たちがこのところから今日現実に何が適用できるかともに分かち合っていきたいと思います。エゼキエル書13章17節から23節。人の子よ、自分の心のままに予言するあなたの民の娘たちにあなたの顔を向け、彼らに予言して言え。神である主はこうおせられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私のためにまやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。見よ、私は、あなた方が人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちは、もうあなた方の手のうちにいなくなる。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。あなた方は、私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って、生きるようにしなかった。それゆえ、あなた方はもう、虚しい幻を見ることができず、占いもできなくなる。私は、私の民を、あなた方の手から救い出す。この時、あなた方は、私が主であることを知ろう。それでは皆さん共に本文を分かち合っていきたいと思います。エゼキエル書はとっても、ね、励まされると思います。いつもですね、神様はエゼキエルを呼ぶときに人の子よというふうに呼ばれますね。私たちも人の子ですね。弱さを持っている強さもあり、けれども時々はですね、情熱に燃えて神様に従うこともできる、けれども完全ではない、そんな人の子よ。でも神様の声を聞いてくださいね。今日も皆さんに対して語られていると思いますね。皆さんの状況がどうであれ、今日も神様の声が皆さんに語られているんだ、そのような思いを持って期待を持っていきましょう。今日ここに出てくるのはある女性たちが出てきます。その女たちはどういう女性たちかっていうと、まあこの予言する、何かね、心のままに予言するということですね。神様の御言葉を予言するのではなくて、心のまま、まあ自分たちの思い勝手にですね、予言をする、そういう人たちですね。この人たちはどういうふうにするかっていうと、18節に書かれてあるんですけれども、まあ手首にですね、まあ紐を縫い合わせてですね、なんかですね、痛そうなことをしているわけですね。そして、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作ってね、いろいろな誘惑、
まあ、言葉による誘惑ですね、そういうことをしている人たちなんだ。何かこう儀式的なですね、何か神秘的で、何か霊的だなと思えるような雰囲気を作ってですね、人々の心を掌握していくような、そういう、女性たちがいたんだということをこの御言葉から知ることができるんですね。で、こういう女たちがいたんですけれども、これは惑わす人たちの問題ですよね。そういうふうに霊的に何かをこう、何か霊的なもの、まあ、まさしくですね、これは神様の霊でないものは悪霊だと思いますけど、この悪霊を通してですね、人たちをマインドコントロールしていく、そういうような人たちがいるということです。これは惑わす人たちの問題です。もう一つ、惑わされる者たちの問題もまたあるかなというふうなことを思います。19節を見ると、一つかみの大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私のためにというふうにですね、こう注意がなされているわけですね。これはですね、こう惑わされる方の問題もあるなというふうに思うんですね。私たちはこの普段誘惑にならない生活っていうのがあるんですね。いつも御言葉に立って歩んでいるとですね、いつも聖霊充満しているとですね、さまざまな誘惑が来ても、それもはや誘惑でも何でもないんですね。はいはい、うん、じゃあこれは私とは関係ないものですねって言って目も触れないようなものです。しかしですね、私たちの目的がですね、まあ少しちょっと短絡的、肉体的なものだけになっているとですね、誘惑がまさに誘惑になってしまいます。甘い言葉がまさしくですね、私を誘う言葉になってしまうわけなんですね。明らかにですね、何かもうこう儀式的な、なんか霊的な雰囲気を作り出して、人々を騙そうとするものがいたとしたとしても、本当に御言葉にしっかり立っていればですね、単なる茶番にしか見えないですよね。笑い話のようにしか見えないんですけれども、しかし私たちの心の目的がですね、何か短絡的な、何か自分に得ようとしているとですね、何か本物のように思えてくるわけなんです。全てイリュージョンなわけなんですけれども、それが本当に神様につながっていると、本当に笑い話で終わってしまうような話なんですけど、私たちの心がつけ入る隙を与えていると、誘惑が誘惑になり、惑わされるものの問題がありますよということも考えることができるんですね。しかしですね、神様はそれはそれでほっとかれるんではなくて、救いを与えられる神様なんだ。エゼキエル書っていうのはずっとですね、もうはっきり言うと神判裁きの話がずっと警告がされていくんですね。読んでいるとですね、非常に重いです。当時このエゼキエル書を読んだイスラエルの人たちはどう思ったでしょうね。エゼキエルのことをね、もうこいつは本当にうるさいやつだなと思ったかもしれません。けれども、そのメッセージを深く見ると、いつも救い出される神様のメッセージが最後に来てるんですね。救い出される神様は愛を持って罪人である私たちを救い出そうとしておられるんだということをですね、思うわけなんです。この20節21節を見るとですね、この偽女預言者たちに対してはですね、神様が直接的な力が及んで悪霊的な働きをやめさせられますね。ですから彼女たちはですね、何も占いもできなくなるようなっていうことが最終的には23節に書かれていきます。直接的に彼女たちからこの出ていきなさいということをするんですね。このことを私たちが思った時にですね、この偽預言者たち、この女預言者たちがただ単に裁かれているだけじゃなくて、この悪霊からこう離されているという事実を見るので、ある意味これはですね、ある一種の救い、悪い霊からの解放ということにも考えることが、もちろん、それで成り合いをしていたいわけですから、それで、こう仕事ができなくなれば一定のこのペナルティというものが課せられているのかなというふうにも感じます。で、一方でですね、その惑わされている者たちに対しても、これは、あなた方の手から、私の民をあなた方の手、つまり偽預言、女預言者たちの手から、救い出すと書いてありますね。つまり惑わす方も惑わされる方も結果的にはどうなるかって言ったら、神様の手によって最終的には両方救いにつながっていくような働きを主がされているんじゃないかな。ただ単に裁いてですね、もうダメですよと言ってるだけではなくて、
本当にこの救いにつなげるように神様が動かれている。あるものに対しては悪霊からの解放、あるものに対してはその間違ったその教えからの解放ということを言っているんじゃないかなというふうに思います。22節をちょっと注目してみてください。こんなことを書いてあります。あなた方っていうのは偽女預言者たちのことなんですけれども、あなた方は私が悲しませなかったのに正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかったと、こういうふうに書かれてあります。これは偽預言者のすることですね。これを逆にすると本当の預言者のするべきこの使命が見えてくるわけです。本当の神様の預言者、神様の御言葉を伝える人はこれの逆です。つまりどういう人のことでしょうか、正しい人をまあ悲しませるのでは、喜ばせ、悪者を力強めてですね励ますということですね。彼が悪の道から立ち返って生きるようにすると、ね、これが預言者の本当に使命だということを思うんですね。悪者のところに行って本当に語るんだ、もう本当に預言者のうちの預言者、まあ、大祭司であるイエス様は本当に悪者のところに、罪人のところに来てくださったな、そして死んでいる者を生きるようにさせてくださったな、立ち返るようにさせてくださったな、エゼキエル書も立ち返りなさいという御言葉ですよね。その聞いている人に言ってるんじゃなくて、聞かない人に向かってずっと投げかけているこの思いなんですね。この神様の諦めない愛、このメッセージをね、私たちやっぱり聞いていきたいと思うんですね。23節に、まあそういうふうなね、ことがありますけれども、あなた方はあなた方はと言って偽預言者、女預言者たちの言葉を連呼しますけれども、こういうふうに言います。もう虚しい幻も見ることができず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろうと、こう書いてあるわけですね。あなた方、あなた方、女預言者たちも主の存在を知ることになるということですね。本当に主の存在、主の圧倒的な力、主の愛を私たち感じる時があるということです。その働き、またその言葉に私たち真剣に向き合いたいと思います。真剣に向き合ってないと簡単に、先ほど最初にあった女預言者たちの惑わす心にですね、私たちが惑わされる方の問題として陥ってしまうし、また惑わされるものになってですね、惑わされてしまうと、また私たちも惑わすものになってしまうと、そういうことなんです。ですから皆さん、いいですか、今日真剣にこの聖書の御言葉に向かいたいと思います。神様も真剣に私一人の魂のために命を懸けてくださいました。そしてメッセージを与えてくださってるんです。ですからこのメッセージに対して私たちも真剣に取り組んでいきたいと思うんですね。今ここのようにテロップが流れたと思いますが、神様に御言葉に礼拝に真剣に向き合っていますかと。でそれとも信仰生活とか信仰とは、まあ、この程度のものだ、何々の聖書の箇所はこれを言ってる、機械的にね言うだけで何かこう知ったかぶっている、そのような信仰生活でしょうかということなんですね。私たちがもしですね、聖書はこう語っているって、それは分かっているよ、頭だけの理解でですね、そう言っているんじゃなくて、本当に命を懸けるまで真剣に御言葉に取り組み、命を懸けて御言葉を適用とするならば、その御言葉はどれほど重いか分かりません。このことを御言葉に対して軽く扱うのではなく、もちろん、受け取るのにはね、早く受け取ってほしいんですけれども、本当に受け取ってもですね、まあ、この話はこの程度の話といって、軽く見るのではなくてですね、もっとその奥に主の愛がある、もっと私たちに教えてくださる主の愛がある、このことを本当に聖書の一つの場所だけでも実現しようとすれば、あなたの人生は変わりますよ。本当に変わるんですよ。だって、聖書の全体を通して出てくる登場人物なんていないでしょ。聖書の一つの箇所で一つの御言葉を聞いて、エゼキエルはその神様の言葉を聞いて、それを実行しただけでどれほど多くの人が恵まれたでしょうか。私たちに対してもたった一つの御言葉かもしれませんけど、その一つの御言葉に対して本当に真剣に
取り扱う。もう私は分かった、もう御言葉が与えたら、もう私は悟った、もう主はいらない、もう私は悟ったんだ、そんな歩み方じゃなくて、 そんな歩み方をするといつもね、ずれていってしまいます。偽予言者になっていってしまいます。私たちも惑わされます。また惑わすものになってしまうかもしれません。けれども神様が私たちの命のために真剣に取り組んでくださったので、いつも分かった気にならないで、いつも新しい主の教えがあると思って、この御言葉に真剣に取り組んでいきたいと思うんですね。今日 QT をされている皆さん、一つお祈りをしたいと思います。非常に簡単なお祈りを一つします。私には主が必要ですというお祈りをします。共にお祈りしましょう。愛する天の神様、私はいつも聖書を読んでいたり、主を求めたりしていますが、分かった気にならないで、いつも私には主の助けが必要です。私には主の助けが必要です。私には主が必要です。愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。